あれ？耳忘れてる。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はデアゴスティーニさんの楽しいムーミンキルト25号を制作します。インテリアカバーのパートは三村姉さんで、雑貨小物のパートがサコッシュになっちゃうけど、この動画はサコッシュを作る動画になります。三村姉さんは別の動画になります。楽しいムーミンキルトの再生リストも概要欄に貼っておきますのでご覧ください。それでは今回サコッシュを作るんですけど、全3回で完成させます。でこっち側、表側がムーミンで、反対側はあのスマシ顔の歩くスノープのお嬢さんを刺繍します。それでは第1回目はムーミントロールからです。足跡を見つけて追いかけちゃうらしいんですけど、誰の足跡だろうね。指ないんだけど、てててて、と追いかけている刺繍です。それでは届いたものを紹介します。この図案がプリントされているこのサコッシュのちょっとね厚めのねデニムっぽい生地です。しっかりした、なんかそんなにストレッチとかは全然効いてない、ちょっとデニムっぽい生地です。それから薄灰色、薄いグレーの刺繍糸です。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーしょい。はい、それでは今回はミシン使ってもいいし、手縫いでもいいよっていうことで、こうなんか袋みたいな布を作るときはミシンがあると便利ですよって言って、ミシンの直線縫いの使い方も書いてありました。それからこの実物大の図案があって、まあ、これだけじゃなくてなんか自分のアイテムにも写してご活用くださいということで、写してどっかにね、自分の持ち物に刺繍するのもいいですよっていうことです。では早速ムーミンを刺繍していきます。薄灰色の刺繍糸を2本取りにして刺繍針で縫っていきます。じゃあまずムーミンのこの頭のてっぺんから耳に行って輪郭いきます。じゃあまずステイトします。で、アウトラインステッチ B で刺していきます。よいしょ。細かくやりますね。半分戻ります。2目だけ刺します。そしたら一旦落として、耳いきます。はい、ここまで来たら後ろを、通ってここまで来てもいいし、一回ここでやめてここから始まってもいいと思います。私はねちょっと通ってみようかな。後ろ絡めてこの辺、ここからです。はい、お腹縫いました。そしたらまたこの後ろをピーッと通ってここから始まるんですけど、ちょうどね糸がもうなくなりそうなので、
一旦ここで終わります。後ろの糸に3回絡めて終わりにします。エステ糸も処理しておきましょう。はい、じゃあ続きで足を縫っていきます。この辺の後ろの糸に絡めてから始めます。ここすごい細かいんだけど、一回ここで針落としたら、ここで一回だけ角の刺し方やって、もう一回落として、そしてこっからまた角の刺し方で始めます。はい、輪郭が全部縫えました。そしたら尻尾を縫います。後ろで糸を絡めて、ここから始まってアウトラインステッチ B でここまで行ったら、全部こう戻ったりせずにピッ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 とずっとこっちからこっちに縫っていきます。で最後はこっちからこう来てこう終わります。じゃあアウトラインステッチ B でいきます。一旦ここで針を落として、次ここから始めます。はい、なんか変なになった、なんかこれ変になっちゃった。お手本みたいにね、上手にできませんでした。なんかここにちょんちょんってなってしまった。はい、じゃあ尻尾はこれでできました。次に、刺繍糸を1本取りにして、この手を、こっちの手とこっちの手を縫います。後ろの糸に絡めたら親指から縫っていきます。これもアウトラインステッチ B です。はい、手ができました。これがね、全部ずっとね、こっちもこっちも角の刺し方で結構大変でした。ムーミンは指が5本です。次こっちもこっちからこういって、この辺は角の刺し方してこう来て、ここで終わりです。はい、ではこの辺の糸に裏で絡めて、ここから始めます。
めちゃくちゃ下手くそです。あのね、ちょっと自信がない人はバックステッチとかにした方がいいかもしれない。なんか角の刺し方を何回もするんだけど、途中でなんか細かすぎてよくわからなくなっちゃって、外から見たらまあ手に見えます。お手本はめっちゃ上手なんですけど、4本、1、2、3、4つなんか指がある感じになってますけど、私のはね、なんか怪獣みたいな、こんな手になってしまいました。はい、失敗、難しかった。そしたら一本取りのまま目を作ります。そしたら次目を縫うんですけど、このね一本の長さが60センチで長いので、こう半分に切ってやるといいと思います。ちょっと今縄跳びしてるみたいだったね。はい、それでは目の輪郭から縫います。はい、ここら辺で後ろで絡めまして、そのままやります。でバックステッチ、こんなして戻ります。で先に出して戻ります。でぐるっと一周します。はい、輪郭が縫えたら眼球の頂点に出します。からサテンステッチをいきます。真ん中の下に刺して、もう一回上の隣に刺して、下に刺す。なんか微妙。そしたら隣に移ります。バックステッチします。目ができました。そしたら眉毛はアウトラインステッチ B でいきます。めっちゃ細かいな。できました。裏はねこんな感じになってます。もうそのまま続けて目やって眉毛も全部続けてやりました。どう？かわいい？はい、そしたらこの足跡を2本取りでアウトラインステッチ B で全部刺していきます。で最初ステイトします。こっからこの足跡の近くから始めると次移りやすいと思いますので、この辺から始めます。
アウトラインステッチ B でいきます。半分だけ戻って進みます。はい、一周したら次はなるべくこっちに近いこの辺から始めたいと思います。はい、この足跡なんですけど、結構ね、本当に細かくやらないとこの辺とかね、なんか引っ張られてこんなことになっちゃいます。こう本当に細かくやらないと丸くできません。なので丁寧に丸くやるとこんな感じになります。ちょっと難しかったです。あとね、この生地が硬くって結構抵抗があって、そうなるとこのね、糸がね、どんどんボロボロになってきちゃって絡まりやすく、なんかくるくるくるってなって、結構ねこの生地でずっとやるのね、結構大変でした。はい、ね、無事できました。恐竜の足跡みたい、恐竜の足跡っていうか恐竜の卵みたいね、追いかけてる感じになってますね。足が可愛い、できた、完成。あれ？耳忘れてる。あとよく見たらここも一針忘れてる。人差しとこれとここやります。耳忘れてた。上から下に向かって、上から下に向かって刺します。一針だけ上に向かって、次下に向かって刺していきます。ここから裏で糸をずっと絡めていって上に移動して、上から下に縫います。この耳のちょっと端っこですね、端っこから出してアウトラインステッチ B で縫っていきます。最後はちょっと右に曲がるんかな。はい、こんな感じでできました。どうかな、ちょっとこの右に曲がったの失敗したかも。図案的にはここ一回上に行って降りてて、ここからこう来て右に曲がってるので、本当はここは輪郭か。でもここからこっち行かずに輪郭こう行ってるから、やっぱこれで合ってるんだ。これで合ってそうですね。こう来てこれにつながるように
一回右に曲がる。合ってそうです。はい、できました。じゃあ、あとここ人差しだけ縫います。はい、これでやっと完成です。できました。今回はサコッシュ1回目でムーミンの刺繍のみでした。最後にね、怪獣の卵に気を取られて目と腕を刺し忘れちゃった。無事に全部滞りなく刺せてよかったです。しかしね、すごいプリントされたね、線自体が細いので、本当に細かく縫わんとはみ出したり、この下手なのが際立ちます。ゆっくりね、丁寧に縫った方が良さそうです。いつもそうしてないんかい。はい、あとで手が怪獣みたいになっちゃったのと、尻尾もねちょっとだけ失敗しました。これはね、すごいギザギザになっちゃって、足跡じゃなくてなんか怪獣の卵っぽくなっちゃいました。ギザギザです。はい、それでは次回の26号はこのサコッシュの続きで、スノークのお嬢さんを刺繍します。それとインテリアカバーは3本の木になっています。楽しみに。最後まで見ていただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだんね、また見てね。タンサックの動画を見ていただきありがとうございました。デアゴスティーニの楽しいムーミンキルトは、丁寧な説明書と動画の QR コードもついちょうけん、じっくり取り組めば裁縫があまり得意ではないタンサックでも作ることができそうです。ムーミンのインテリアカバーを完成させるべく最後まで頑張ります。今後もタンサックの動画を参考にしていただければと思います。タンサックのチャンネルではデアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズの模型作りを紹介しちょって、週に2回 YouTube ライブも配信しちょうけん、よかったら遊びに来てください。そして励みになるけんチャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見てくれてだんだんねー。